ロバート J、ボブ・マズーカ、ロバート J、ボブ・モツカ、1947年隊は、ボーイ・スカウトアメリカ連盟の11大事務総長。同職務を2007年から2012年8月31日まで、務めた。ロバート・マズーカは1947年に、カリフォルニア州のサンファン・バウティスタで生まれた。少年時代、ボーイ・スカウト28隊に所属し、1964年に、 イーグルスカウト賞を取得。スカウト時代に彼はモントレーウェイ地域連盟のピコ・ブランコキャンプに4度に渡って参加し、そのうち2回はスタッフとして参加した。マズーカはエスリン・ロッチの一員としてオーダー・オブ・ザ・アローに除任された。1970年、マズーカはカリフォルニア・ポリテクニック州立大学で教養学士の学位を取得した。 マズーカとその妻ナネッテの間には二人の息子がおり、その一人のビンスモツカは2003年から2005年に、かけてと2006年から2007年にかけて、ボルモチア地域連盟の専門指導者として奉仕した。マズーカのスカウティング指導者としての経歴は1971年に、カリフォルニアのモデスト地区でエクスプローリングの監督担当の事務になったことから始まる。 1975年には、サクラメントのエクスプローリング監督担当となり、野営行事奉仕委員に昇進した。1983年、マズーカは、ストックトンの連盟理事となる。後に、西部地域理事として奉仕し、その後に、サクラメントに理事として戻った。1992年、南部地域の副地域理事となり、1995年に、 大ピッツバーグ連盟の理事となった。2005年、彼は全国委員会開発グループ全国理事となり、2006年に事務次長となった。2007年11月、ロイ・ウィリアムズの公認として事務総長に就任した。マズーカは全国カトリックスカウト委員会の就寝委員である。2008年7月、H トーバートルスカウトリザベーションにおいて、 トライブ・オブ・マイク・アジーの名誉議長に就任した。2009年、マズーカは、主君イーグルスカウト賞を受賞した。マズーカは、ボーイスカウトアメリカ連盟事務総長として121万1572ドルの報酬を寄付金から与えられた。これは、チャリティーウォッチによると、史上4番目に多い額であった。2012年に、事務総長を退任し、公認は前、 アメリカ連盟事務次長のウェイン・ブロックが就任した。モツカはトライブ・オブ・マイク王政の指導者として第5代事務総長を務めた。2009年ゴールデン・アロー主君法師賞を受賞。ありがとうございます。